竹村です。今日はちょっと聞いたことのないメーカーさんですけれども、サーフさんっていうところのキンカプーアル茶っていう飲み物の動画、ご一緒にご覧いただきたいと思います。サーフキンカプーアル茶有機茶葉使用。はい、そういたしましたら、まずカロリーの方から参りたいと思います。カロリーは0キロカロリーということで、原材料名は有機コク茶って読むんですかね、すいません、合ってますでしょうか。あとビタミン C ということと、販売元は株式会社サーフビバレッジさんということです。おお、なんかちょっと特別な色してますでしょうか。はい、こちらがキンカプーアル茶の中身です。紅茶みたいな色してますよね。それではお味の方チェックしてみたいと思います。うん、そうですね、ちょっと薄いような感じがするんですけれども、全般的にちょっとまろやかな感じがします。お味の方がですね、プアル茶っていうのがあんまりちょっと僕あんまり詳しくなくて、イメージで言うなら、ウーロン茶2、紅茶1、っていう感じで、ちょっとそれをまあお湯割り、水割りとか、そうですね、水で割ったような感じですかね。渋みはほとんどないです。ウーロン茶とかにある独特な、ウーロン茶紅茶にあるような独特な渋みは、ほとんどないっていう感じですかね。なかなかいいと思います。ちょっともう一回チェックします。うん、なかなかまろやかです。ただそうですね、美味しいのかまずいのかって言われたらまずくはないです。ただ美味しいかって言われたらちょっとそうですね、まあ普通に美味しいっていう感じですかね。風味の方はジャスミン茶じゃないんですけれども、なんとなしにいいお花の香りがするような感じがして、あとテイストはウーロン茶に紅茶1、それをちょっとまあ水で薄めたような感じのテイストになっているんではないでしょうか。なかなかいいと思うんですけども、これは全国的に売ってるんでしょうかですよね。あまり聞いたことないんですけれども、でこれでプーアル茶、キンカプーアル茶のレビューは終わりなんですけれども、それから大阪でまあ、友達やガールフレンドとドライブできるコース紹介してほしいっていうことなんですけれども、ちょっと天気が悪くてですね、なかなか撮影に出れない状況が続いております。またお天気良ければちょっと夜景見れるコース撮影してまいりますので、少しお時間ください。よろしくお願いいたします。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。